枕すごいよ幸せだね。ほらもったいないから出かけよう。なんでせっかくの時を有効に使わないの。まるでビジョンが違うね。お仕事を休むように大人を休んでるよ。変わらない街並みに二人ではしゃいだあの頃が見える。開放的にやろう。おごりならどんと飲むよ。おいしいもの頼んで食べ尽くしちゃえ。何か飛ばすと潰れちゃうよしなさい。会話も昔から同じだね。いつか年を取ってから思い出す。まだね遠い未来だし今だから楽しいフィーリング気ままがいい。友達が欲しいなら自然に話したら作るとかなろうとか違うよ。違うぞ。私らを見なさい。どうしよう。